ご覧いただきましてありがとうございますせーやーです本日はですねタイトルになります通り僕から皆さんに質問をしてみようと思いますはいあのちょうどね前回の小声雑談ではあの僕が皆さんからいただいた質問に対してあのお答えをするというね あのそういった動画を撮らせていただいたんですけれども今回はあのまあ、ちょっとねあの方向を変えて僕から皆さんにねちょっと気になっていることを3つご質問したいなというふうに思っておりますでその回答なんですけれどもそれはあのこの動画のねあのコメント欄で教えていただければなというふうに思っておりますはいあのまあ、ちょうどね質問が3つなので 1>, 1、何々、2、何々、3、どういうふうな感じですっていう感じで、あの、質問に、ね、お答えしていただければと思います。まあ、概要欄に、あの、質問への答え方みたいな感じの、まあ、例みたいなのをね、書いておきますので、まあ、それを参考に、あの、僕からの質問にお答えをしていただけると、とても嬉しいなと思います。まあ、今後の動画作りだったりとか、まあ、そういったところにね、 あの参考にさせていただきたいなというふうに思っていますので、まあ、ぜひぜひ皆さんのご協力をお待ちしております。えではですね、早速あの僕から皆さんに気になっていることをお聞きしたいなと思います。一つ目の、ね、質問なんですけれども、この CISMR チャンネルは現在150本ぐらい、ね、動画があの上がっているんですけれども、その中で 皆さんが一番良かったなって思う動画を一つ教えていただきたいと思います。はい。まあ、あの、まあ、簡単に言うと、この動画だったら何回も見返したくなるね、みたいな。まあ、そんな感じでもいいので、あの、動画の名前と、あとできれば、まあ、カッコとかでね、この動画がなぜ選んだのか。まあ、そういったご意見も書いていただけると、とても嬉しいなと思います。 はい、これでね、1位になった動画っていうのが、やっぱり、あのー、皆さんにとって一番いい音っていうふうになると思うので、今後はその動画のいいところっていうのを、まあ、僕の中でご勉強して、今後の動画作りに役立てたいなって思います。はい、で、2つ目の質問なんですけれども、こちらはあの、このチャンネルね、見ていただいている皆さんっていうのは、おそらく ASMR とか、 オートフェッチ系の動画が好きな方がね、本当に非常に多いと思うので、ちょっとふとした疑問なんですけれども、僕以外の ASMR、オートフェッチ系動画を投稿しているえ YouTube の人の中で一番好きな人、男の人、女の人とか、別にグループでも個人でやっている人でも何でもいいんですけれども、<laughs> ASMR 系の作品を投稿している YouTube の人で一番好きな人、お名前を ちょっとね、教えていいいただけるとと嬉しいなと思いますもうこれに関しては本当にふとした疑問だったのであのー、差し支えなければどういう方の動画を見てるのか教えていただけると嬉しいなって思いますはいで3つ目の質問なんですけれども、えー、今日のね僕の髪型を見ていただいても分かると思うんですが最近ね全然ちょっと <laughs> 髪の毛をセットしてなくて動画を撮っていることが多いんですけど ちょっと自分の髪型に対してですね、ちょっと今眉毛になってまして、はい。あの、どういう髪型にしようかなっていうのを、結構ずっと瞑想中なんですよね。まあ、ただ、あの、特に決めかねてるので、どん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 髪の毛が長くなってきているっていう感じなんですけども、なんか、お前の顔だったらこういう髪に似合うんじゃないみたいな。っていうのがもしあったら、とか、こういう髪型にしてほしいとか。 昔出した動画の中でこの動画の中の髪型好きだったよとかなんかそういうのがもしあったら教えてほしいなと思いますこれは3つ目のねあの質問になりますで今回の僕から皆さんに対するご質問というのは以上の3つになりますはいあの、まあ、動画のねこの概要欄あとコメントの一番上に 質問の答え方っていうのをの例を載せておきますので、ぜひぜひ、接し支えない程度で大丈夫ですので、あの3つ全部答えていただいてもいいですし、1つだけお答えいただいても大丈夫ですし、まあ、何かしらのコメント、ご意見をいただけると、あの非常に嬉しいなっていうふうに思います。はい、それではですね、あの今回の質問に対しての えー、回答ですね。楽しみにしております。はい。それでは今回の動画が少しでもいいなと思っていただけた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、また Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄よりフォローをお待ちしております。はい。では今回の動画も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイバイ。